皆さんこんにちは。ただいまのご紹介に預かりましたニーミでございます。1週間前の10月8日に着任いたしまして、まだ時差も取り切ってはおりません。本来ならここにいらっしゃる皆様方それぞれにですね、個別にご挨拶にお伺うべきところ、ちょっと着任話ということでいきなりこういう高い場所からご挨拶させていただくことをお許しください。本日この催しにお招きいただきまして本当にありがとうございます。演芸会本当に楽しく拝見いたしました。出演者の皆様方のですね、そのバイタリティ熱気に圧倒されました。そして何か非常に懐かしい思いにとらわれました。例えばちょっと話はですね飛躍しますけども、私が子どもの時大晦日の夜っていうと家族全員でですね「紅白歌合戦」を見る、あるいは地元の神社の夏祭り、ここでですね地元の皆さん方がいろいろ演芸大会やる、そういう思い出がありますけれども、なかなか今の日本ではですねいろんなコミュニティの変化等がありまして、そういうような機会が減ってきていると。今日はこの演芸会を拝見させていただいて本当に懐かしく嬉しいような思いにとらわれた次第でございますね。また県人会協議会さんにおかれましてはこの催しに限らず南カリフォルニア日系人コミュニティの発展のためにさまざまな貢献をされてきていると伺っております。Thank you.